桐藤元義は日本の哲学者。専門は分析哲学、倫理学、論理学。山口大学助教授を経て、青山学院大学教育人間科学部教授。神奈川県立湘南高等学校卒。高校時代は文芸部に所属し、同級生に安倍義明や今野信二がいる。東京大学文学部哲学科卒。 東京大学大学院人文科学研究科哲学専門家庭修士課程修了。東京大学大学院人文科学研究科哲学専門家庭博士課程単位取得。最終学位は文学修士。寸大予備学校英語科講師、山口大学助教授を経て、2004年より、青山学院大学教育人間科学部教授。51歳でレスリングを始めて、 試合にも出場する、現役レスラーである。朝日カルチャーセンター講師としても活動している。入藤元吉によれば、入藤という珍しい名字は、大乗仏教の経典、ゆいま行に出てくる、入藤訪問の話に由来するという。入藤とは、善とある、生と、死、真と偽といった二交代率型の概念について、それら二つのものは、本来一つのものであるということを知る。 悟るといった意味の言葉、ありがとうございます。